トミーです。サイエンです。ペンタ先生です。あれ先生、なんで差し入れ何してんの。ちょっと今日は言いたいことがある。おいこれ、おいこれ、誰がおいボールだ。やれやれ、おいこれ、誰がおいボールだ。小娘がいいから早く言ってください。はい、サイエンタイワンはですね、週に1回企画会議というものをしております。その中でみんなにね、毎週大体10個から20個企画を用意してきてもらって、この動画がいい、この動画ちょっと面白くないかな、不採用みたいな感じで、いろんな人に楽しんでもらえるような動画を中心に選んでおります。果たしてこれでいいんですか。いや、今までこの形でやってきてね、まあなかなかいい感じで、いいと思うんですよ。もっとさ、やりたいことやるよ。熱い、熱い。たまには、いや、これそんなに多くの人は興味ないかもしれないけど、でも一部の人は気に入るかもしれない。いや、これはもう誰も見なくてもいい、でも撮りたい、そういう企画撮ろうよ。林先生、撮るのはいつ。今でしょ。というわけで今日の企画は、自分のやりたい企画をプレゼンしよう。皆さんに1人1つ、これは絶対にやりたいという企画をプレゼンしていただきます。それでですね、普段だったら僕らの中で採用不採用を決めるんですけれども、今回はこの動画を見ている視聴者の皆さんにご意見をいただきたい。あなた投票するなら今でしょう。動画を見た後でしょう。そりゃそうです。ああまだ投票できない。確かに、ね、何さすが、確かにかっこいい、かっこいい。というわけで準備してきた。大丈夫、ちゃんと宿題やってきた。何を考えてるの。何を考えてるの。えエッチスケベ。えだってやりたいことを取っていいんでしょ。いや、いない、鼻がまず僕からやらせていただきます。あはい、というわけでですね、僕のやりたい企画は、台湾の気になる YouTuber を紹介しよう。おこれね、僕はもう本当に紹介したい。そうね、台湾にはイケメン、そして美女の YouTuber めちゃめちゃいます。例えばその僕らの同じ事務所の YouTuber だったらファン・スー・ションリ、イケメンの2人組のグループなんですけれども、言語なんて分かんなくたって楽しめるんだから。その2人よりも紹介したい台湾の YouTuber さんいます。おお、誰ですか。ワッキーボーイズ。これね、台湾の5人組なんですけれども、もうとにかくその中の2人の女の子可愛い。もう2人の名前がファンファン、リンダ、紹介したい。紹介したいというか、会いたい、会いたい。ありがとう、ありがとう。もう妄想入ってる。日本で知名度が出ました。いや、そんな別にお堅いしたことないです。いや、でも本当に皆さん好きになると。その1人のメンバー、リンダさんは台湾の野球チームラミゴガール、そうチアリーダーさんで、かつ YouTube チャンネルにも出てる。そしてもう一人のファンファンさん、この人は台湾のドラマにも出てる。だからもうね、こういう YouTuber さんいっぱいいるんですよ。もうこの二人だけじゃない。皆さんも可愛い台湾の女性 YouTuber 見ながら中国語勉強したいと思いませんか。おー、確かに中国語勉強っていう意味ではいいですね。そう、台湾の YouTuber 字幕が基本ついてるので。そう、いいよ、いいプレゼンだよ。俺が続けて、それ続けて。誰が言わない。台湾の YouTuber 見るきっかけをね、ちょっと提供したいなと。なるほど、こういう形のプレゼンでございました。あ、天才。皆さん、こんにちは。あら、お、こんにちは。ベビジン、ママと申します。お、今回、私がご紹介させていただく企画案は、三円台湾で夜市を開こう。おー、私はもう1週間のうちに何回も何回も台湾の美味しい食べ物を食べております。まあ、体にも少し現れているんですが、その成果として私は台湾の美味しい食べ物をよく知っているという自信があります。しかも日本には夜市がありません。台湾ならではの特性を生かし、私の知っているこのグルメ通を生かし、台湾台湾で夜市を開きましょう。いきなり、うわー、台湾に箱いっぱい夜市あるでしょ。なんで僕らでやるんですか。なぜならですね、まずプランを立
くさん用意しました。おお、はい、私たちいっぱい美味しいところ行ってるんですけど、その中でも美味しいお店をセレクトします。それを夜市で出す。2番目、私たちのオリジナルのご飯を食べれる。イエーイ、自分で発信してる。これは非常にユニークですね。日台融合ということで、台湾の料理と日本の料理を合わせたものも作りたいなと思ってます。台湾ならでは、ありがとうございます。おー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 。はい、こんにちは。今日僕もね、ちょっといろいろ考えてプレゼンしたいなっていうの。題して、サイエン台湾みんなで旅行に行こう。まあ、そんな遠場じゃなくて、まあ、例えば台東とかに行って、ちょっとみんなで楽しい旅行をしながら、その様子を収めた Vlog みたいなのを撮れたら素敵なんじゃないかなと、僕は常々思っておりますね。昨日もその話聞いた。そうそうそう。意外とね、うちらって5人で撮影とかするんですけど、なかなかこの遠くに遊びに行ったりみたいなのは、実はあんまりやってない。確かになんか時間が合わないですよ。そうなんですよ、いつも時間、みんな日本にいたりとか。だからこういう企画を1個時間を確保しちゃえばみんなで行けるんじゃないかしらという僕の考えです。1時間ぐらい車で飛ばしたみたいなところで、夏なんでね、海行ったりだとか、なんかバーベキューとかもできるじゃないですか。あ、そういう夏のひと夏の思い出を僕は作りたい。以上です。私、一応チャンネルのリーダーをやらせてもらっております、サンエンと申します。はい、何でしょう。なんか格好つけてるからそれやってもらって、あ、その服タスキっす。違う。ちょっとそう見えるけど違う。我々は今ですね、3つのチャンネルを運営していることを忘れてませんか。サンエン台湾、サンエンジャパン、そして最近英語チャンネルも始まりました。ということで考えました。題して、チャンネル対抗ドロケードロケっていうのは、まあ簡単に言うとちょっと難しい鬼ごっこみたいな感じ。そう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 、警察チーム、泥棒チームみたいに分かれて、でそれを各チャンネル、例えば三円台湾は警察チームで、警察チームの視点でカメラを持って動画を作る、西門町でやります。しかもこのチャンネル間の交流がある、ファンもみんなそれぞれのチャンネルに見に行くと、いろんな視点で動画を楽しめる。これこそがクリエイティブなんじゃないかと。皆さん、警察の方は何を考えてたか、泥棒は何を考えてたか、こっちのチャンネルを見てみよう。こっちのチャンネル、こっちのチャンネルを見る、これこそが世界平和につながると。世界平和交流ですよ、交流。ファン同士も交流する、クリエイター同士も交流する。なるほど、これこそがやりたいところです。泥棒呼ばれですよね。いや、それはゲームだからやってきただろ、ちっちゃい頃から。警察のなんか免許、いや、そんな真面目に考えるな。やっぱ僕はこのチャンネル間の交流を一番求めているというか、それがこの我々ならではの動画になるんじゃないか。なるほど、思っております。おお、助けをなでる、助けをなでる。どうもどうも、私のプレゼン、みなさんと一緒に北海道行きます。説明していただけますか。北海道楽しいし、みんなも仲良くなるし、いいプレゼンですよね。いやいや、それめっちゃプレゼンじゃない。あるでしょ、いろいろ。なんで、向こうで何したいとか。カニを食べて、うん、好き好き、あー、冬じゃん。最強。なんで北海道なんかあるんですか、その理由は。理由、今私のサイエンタケ日本で撮影タケですよね。他の3人はこの機会はない。確かにね。だからこの3人のためにこのプレゼンに出します。英語や、英語だ。ありがとうございます、うん、ここからは本番です。今からこちらに、アンケート機能を出します。じゃあまず A、僕の台湾の YouTuber を紹介する。 B、まなちゃんの一日店長。 C、トミーの僕ら5人台湾旅行。 D、サイエンのサイエンジャパン、サイエン台湾世界チャンネル、ケイドの台湾。そして E がズズの北海道一泊旅行。こちらの方で皆さんが動画で見てみたいなっていうものにぜひ投票をお願いします。それでは皆さんの投票お待ちしてます。お待ちしてます。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。
だったらね、多分どの企画もちょっと会議では通りにくいかなと。やっぱ言うって大事ね。自分のやりたいこと自分出すのって大事。これからも別に会議でもね、もしかしたらその中に本当にいい企画が眠っているのかもしれません。これね、この口調、あの人じゃない。あなたがやりたいこと、いつよりも今。はい、というわけで今日の企画はこれでおしまいです。ぜひ皆さんアンケートの方忘れずにやっていただけたら幸いです。あと他にもね、見てみたいなという企画があればぜひコメントの方にお寄せください。それでは今日の動画はこれでおしまいです。さあちゃん、バイバイ。バイバイ。この動画好きならこのチャンネル登録してグッドボタンを押してください。それから私たちのツイッターフォローをしてお願いします。下にリンクがあります。それじゃあバイバイ。バイバイ。バイバイ。